ラビド・イーゴレビチは、イーゴリ・ヤロスラビチの子、ヤロスラフ・ラジミロビチの孫である。トム・タラカニコボルイーニコルーツクコドロゴブージコ十11世紀末のルーシ諸コの内紛に果敢に介入した。誕生は1050年代後半と推定されている。父イーゴリは早くに死去したため、イズゴイクニャージとなり、ヤロポルクの下で過ごしていたことが判明している。1 0 1年。 同じくイズゴイクニャージとなっていたボロダリと共に、トムタラカニへ向かった。トムタラカニでは、キエフ大公フセボロドのポサード肉を追放したが、2年後には、自身がオレグに追放された。ダビドは、ドルジーナを集め、ドニエプル川川口で、ビザンツ帝国への交易路を封鎖した。1084年には、キエフ大公フセボロドから、ボルイーニ公国の都市、ドロゴブージュを、 分領地として受領している。1086年、ボルイーニのヤロポルクが死んだ後に、ダビドは、ボルイーニ広告を得た。また、スブヤトポルクと協定を結び、ガーリチ地方のボロダリリオ・ペレムイシュリ広告、バシリコリオ・テレボブリ広告のダッシュを試みていた。1九9 7年のリューベチ諸公会議では、ダビドのボルイーニ広告領有が承認された。リューベチ諸公会議では、 バシリコのテレボブリ広告領有も承認されていたが、ダビドは会議の決定事項に反し、バシリコを捉えて、目をえぐった。しかしブジスクにおいて、バシリコの兄弟ボロダリの軍勢に包囲され、バシリコの解放を余儀なくされた。ダビドは一時ポーランドへ逃走した後ボルイーニへ帰還したが、キエフ大抗スブヤトポルクに、ボルイーニを包囲され、ボルイーニの譲渡を余儀なくされた。 その後もダビドは、ボルイーニをめぐる闘争を続けた。1099年には、ボロベツ族のハ半母に悪を味方に引き入れると、ブヤグル川の戦いで勝利し、ボルイーニとルーツクを手に入れた。しかし1100年、ウベティチ諸公会議で、バシリコの目をえぐったことを理由に、その所有権を剥奪された。ボルイーニの代替地として、ボルイーニ地方の都市である、ブジスク。 オストログ、ズブノ、チャルトルインスク、後にはさらに、ドロゴブージュを得た。所領の首都は、ブジスクに置かれた。ダビドは1112年5月25日に、ドロゴブージュで死亡した。1937年から翌年にかけての、ダビド原毒の都市基盤の発掘調査中に、発見されたクニャージの墓の遺骨は、ダビドのものであると考えられている。ありがとうございます。